市民球場です。広島東洋カープ対オリックスバファローズ、このゲームの模様をお送りいたします。カープの先発は右の薮田、対するバファローズの先発は右の吉田、この両投手の先発が発表されています。さあ間もなく試合開始となります。右の薮田マウンドに上がります。バファローズ打線相手にどういった投球を見せるのか。さあ注目の立ち上がり、先頭バッターはロドリゲス。第2球投げました、打ちました、あっと引っ掛けた、内野ゴロ、2打差は取った、ショートから一塁送球、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。ツーアウトランナー一塁という場面で中川。第4球を投げました、カットボール、空振り三振。カープまずはゼロに抑えました。さあ追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー一塁三塁という場面で松髄。第1球投げました、ストライク、まずは見送りました。第2球投げました、打ちました、痛烈、いった、中間スタンドへ突き刺さった、ストレートを完璧に捉えました。4対0、カープリードを4点に広げます。チームメイトが迎えます。カープここはなんとかしのぎたい。ワンアウト満塁という場面でロドリゲス、初球スクイズ取った、ピッチャーから一塁送球、スクイズ成功、バファローズ点差を2点に縮めました。バッターは指名打者西野、第1打席は内野フライに倒れています。投げた、三振。2回の表が終わって4対2、バファローズこの回2点を返しています。カープリードで迎える3回です。ツーアウトランナー一塁という場面で松髄、打った、これは強烈、さらに伸びていく、レフトセンター見送った、ホームラン、松髄、これで2打席連続のホームラン、初球を完璧に捉えました。今チームメイトが迎えます。カープここはなんとかしのぎたい。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で紅林、150キロ直球、空振り三振。紅林全くタイミングが合いません。4回の表が終わって6対4、バファローズこの回2点を返しました。追加点のチャンスです。ワンアウトランナー一塁三塁という場面で松髄、今日5打点を挙げています。第2球投げた、打ちました、掴んだ、これで2アウト。カープリードで迎える7回です。今日2本のホームランを放っている松髄、ボール。第2球投げた、スライダー、ボール。第3球を投げた、打った、レフトへのフライになった、取りました、これで3アウト。カープ結局この回3人で攻撃が終わっています。7回までが終了しまして7対4です。バファローズ何としても得点を挙げたい9回です。ツーアウトランナーなしという場面でロドリゲス、流し打ち、林、ダイレクトでボールを掴んでアウト、ゲームセット、カープ見事勝利です。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。お送りし